夫だよ。大丈夫。大丈夫だよ、やーちゃん。そんなのは、いつか私が殺してあげる。そしたら、全部なかったことになるよ。安成、彩菜ちゃんと一緒にあっちのプリント整理手伝ってくれってさ。暇そうだったからじゃない？そんなこと言わずに頼られてる証拠だよ。安成は働き者だな。指示した甲斐があったわ。そういえば織本君、準備会の人だったっけ。いいね、頼りにされてるね。そんなこと言って、やることはちゃんとやるんだから。昔からそうだったっけ？くだらないと思ってる。
わかんないよ。火のないところに煙は立たないって言うし。違うでしょ。学校独自の催しってなんかワクワクしない？だってせっかく人生で一度だけ通うならこだわりたいもん。安成は滑り止めだったもんね。私も知らないんだけどね。お姫様がヤンキーなんだって。ねえ、見に行こうね。行こうね。行こうね。ありがとう。これでたい焼きおごってもらえるよ。持つべきものは幼なじみだね。かかってこい。安成、私残って他の作業手伝うから、帰るなら帰っちゃっていいよ。じゃあ安成、今日は俺とご一緒しますか。何食わぬ顔で帰ろうと思ってたんだけど、やっぱダメか。器の小さい男はモテないぜ。あ、俺器大きく見える？安成は正直者だな。
自分も調べるよ。トリックを暴きたいもん。でも本当になんでこんな物騒な噂が流れ出したんだろうね。先輩にも決定的なこと知ってる人いないし。でも火のないところにって言うよ。知らないかな。どうして？それは他の学年の子なら見たことない子なんてたくさんいるよ。同学年っぽかったってこと？確かに長い銀髪なら目立ちそうだよね。明日探してみようかな。うん、気になる。別に安成が他の子に取られちゃうとか思ってないんだからね。この手の振りは勘弁願いたいです。
ミナティール祭って創立当初からあったわけじゃないんだよな。そうらしいぜ。俺も準備会入って知ったんだけど。うちの学校、学園長が昔一度変わってるだろ。それがきっかけみたいだけど、それに合わせて妙な七不思議ができてみたり、何か隠された事実でもあったりするのかね。安成はロマンがないな。男はロマンに生きた方がかっこいいぜ。まあでも正味な話、明日どうなるかちょっと気にならない。キョロキョロして誰か探してるの？長い銀髪？かわいい。俺の記憶には引っかからないの。いや別に。印象に残るレベルが違う。聞いてた？そんな話してなかったよ。せっかくだから興味持って聞けばいいのに。好きそうだけど。ちゃんと聞いてたんじゃない？前から思ってたけど、綺麗な中庭だよね。なのにお昼に行ったりしちゃダメって理由が分かったよ。あ、私もさっき探してみたよ。安成が言ってた銀髪の子。いたら絶対わかると思うのにな。安成、生き霊でも見たんじゃないの？あ、すごく信憑性ある。じゃあ今日の午後、学校を回ってれば見かけるかもしれないね。安成はその子に会ってどうしたいの？けど。なるかもしれない。それは見なかったことにするかもしれないけど、言いたいことは分かったよ。
夫だね。約束だからね、たい焼き。戻ってくるの？